区スバル技術本部シャーシー設計部高須です。高須です、よろしくお願いします。サスペンションのジオメトリー、それからもう剛性は抜本的に変えさせていただきました。まずトレッドはあのフロントでプラス30ミリ、リアはプラス25ミリと幅を広げています。それからよりまあスポーティーなあの乗り味ということですね。サスペンションジオメトリーから決まるロールセンターですね、少しフロントモリアンを低めに今回変更しています。さらにあのフロントサスですけれども、今回あのキャスター角を少しあのアップしました。従来車が約3度ぐらいだったんですけれども、これを6度まで寝かしました。まあ、これによってあのコーナーリング時のですね、外輪のタイヤの対地キャメラですね、これを大きく改善してですね、非常にこうタイヤのこのトレッドをですね、しっかりと使えるあのサスペンションになっているかなと思います。それからまあ走りのチューニングの要でありますダンパーですけれども、今回あの変えてまして、特にビルシュタインなんですけれども、あの中のバルブをですね、新しいタイプのバルブに変更いたしました。あの特にあの 微低速領域のですね、減衰力のチューニング重量がかなり高い、ものでありましてですね、今回ターボ車が、17インチと18インチ2種類ありますけど、そこは思い切ってこのダンパー の, その特性も生かしながらですね、思い切ってこう乗り味をちょっと変えてみました。従来からありますあの GTB ですね、これは今回17インチのモデルの乗り味に継承させることにしまして、18インチの乗り味はさらにもっともっとスポーティー度を上げたあのセッティングにしました。非常にスタビリティの高いあの性能に仕上げています。まあ、乗り味として一番大きく感じられるのがですね、おそらくあのここに仕込んだですね、ダンパーバルブというアイテムだと思います。あのこれはサスペンション の, あのショックアブソーバーの中に入っているバルブとですね、同じような考え方の非常に小型な部品をですね、このギアボックスのこの部分に2つ仕込んであります。あの路面から入ってくるキックバックショックとかですね、ちょっとこう私のところを走るときにピュッピュッてこう打を取られる動きとか、そういうものをこちらのバルブでですね、抑えるようにしています。まあ、あとはハンドルを切って戻してという、こう一連のハンドル操作したときの質感をですね、の滑らかさをあの良くしたいということでですね、あの特にこう戻りの方のですね、打力の方をこのバルブでしっとりさせているというところもやっています。で今回思い切ってですね、もっとエンジンを低くマウントするということにしました。このフロントのデフセンター、ドライブシャフトの付け根のあたりのデフセンターで10ミリ、それからエンジンの前側で22ミリ下げています。エンジンの傾きを少し従ってこう少し寝ているような感じですね。もともと水平対向エンジンというのは主機がこう低い位置にあってですね、あの低重心で走りには有利というふうに言われていたんですけど、それをもっともっと我々極めたいということですね、今回あえて挑戦しました。それからターボ車の走りについてなんですが、今回エンジンマウントをもうちょっと工夫しましてですね、こちらにありますリニアモーションマウントっていう新しいエンジンマウントを追加しました。従来ありましたエンジンマウントにプラスしてですね、エンジンの右側にもう一つ新たにマウントを追加しました。従来車はどうしてもですね、ハードなレーンチェンジとかですね、コーナーリングしているときにちょっとボディの動きに対してエンジンがこう一拍遅れてこうついてくるようなところがありまして、それをこの、マウントでですね、エンジンと、ボディが一体になって動いてくれると、エンジンの横揺れを防止するようなマウントですね。まあ、これで非常にターボ車の走りはですね、従来に比べるとかなりですね、ハンドルの中立付近からの車の応答が上がりましてですね、非常にスポーティーで乗りやすい走りになっているじゃないかなと思います。これがこちらの今回新開発しましたフロントの17インチのベンチレーテッドディスクブレーキです。熱容量にかなりこだわりまして、ローターの厚さなんですけど、今回従来が24ミリ、今回30ミリまでかなり厚くしました。乗用車のブレーキとしてはですね、かなり熱容量を持ったブレーキになってます。タフなブレーキになってます。それからこれはまあターボ車に採用したんですけれども、全車に採用しているアイテムとしてですね、こちらにありますのがタイロット式のタンデムブースター。従来からありますブースターにこの貫通タイロット、まあ、貫通ボルトみたいなものですね、これを2本対角状に仕込みまして、シェルのこの変形をこれで抑えています。従来はブレーキペダルをプッと踏んでいくとですね、若干このシェルが少しこう膨らんで変形したんですね。その部分がペダルストロークの その逃げになってたところをですね、このタイロットで防止するということで、非常にブースターの剛性を上げています。ペダルレバー比も変えて、マッサーシリンダーのサイズも変更してですね、まあ、これら
ラーセットでなんですけど、まあ、ブレーキの効き味はだいぶこだわりましてですね、全車にわたって全グレードにわたってこれ採用しておりますので、かなり効き味のいいブレーキに仕上がっているんじゃないかなと思います。今回ですね、背景についてもですね、新スバルボクサーサウンドの実現を目指してということでですね、前から後ろまで全く新しいものに変更しています。で、前のエキゾーストマニホールドなんですけれども、今回盗聴盗爆のキズオストマニホールド全車ターボ NA 全車ですね、採用しました。非常にこの排気干渉のないですね、非常に水平対向エンジンとしては理想的なレイアウトではないかなと思っています。大型化したサブマフラーとですね、それからこちらにあります大容量のツインマフラー、これを使ってですね、いい音をより強調して、で混じっている悪い音は、出ないようにですね、マスクって言いますか、抑えてやるようなこの機能をこれで働かせましてですね、まあ、テールからの排気音は非常に気持ちいい音が出せたんじゃないかなと思っています。